はい、それでは小松孝也選手のインタビューを始めさせていただきます。まずはじめに試合を振り返っての感想を聞かせください。今回は倒しに行こうとして、そうですね、倒しきれなかったんで、あとやってきたことをまだできてないので、それをそうですね、それをちょっと勉強 します。はい、それでは対戦相手の田中選手、まあ、デビューだったんですけども、格闘大戦争とか出てて、今回試合する前と試合してからの印象など違いありましたらお聞かせください。前回のデビュー、僕のデビュー戦の時はお互い待ちの姿勢でちょっと面白くない試合をしてしまって、で今回は結構来るかなと思って、で僕も攻めに行こうと思ってて、やっぱり自分のパンチがダウン取ったんで、そのガツガツも来るかなと思ったんですけど、でもめちゃくちゃでも強かったですね。はい、はい、それでは最後に今後の目標をお聞かせください。今後は次はちょっと攻めすぎるっていうのもちょっとまたダメだったんで、攻めと守りのどっちもできるように、でこれからも勝ち続けていきたいです。はい、はい、ありがとうございました。